皆さんこんにちは、ワナルグルフィッシュです。では今回はギレナイ傍聴の系譜ジョン軍編第2部続きをプレイしていきたいと思います。地球上の適正勢力は一掃してありますので、戦いは全て宇宙に移っています。現在2つの作戦進行中で、まずですねソロモンなんですが、こちらが防衛戦になっています。ちょっと厳しい状況なので、 GP02 サイサリスの核攻撃を解禁してなんとかソロモンを守りきりたいというふうに思っています。もう一つが進行戦、これはシャアのネオジオン攻略のためにグラナダに進行していきたいと思います。ただしそのグラナダなんですが、部隊数53というね、ちょっと大きいなっていうね、ところに対して、我々はギレン総帥率いる23のユニットで攻め込もうという作戦になります。では早速時間を進めていきましょう。まずソロモンを守りきれるかどうかなんですけども、 GP02 の核攻撃アトミックバズーカがどれくらい有効かという、まあ一番ねそこがポイントになってくると思っています。で、核攻撃を行った場合はですね、南極条約を違反するということになりますので、ここまでせこせことお金と資源を費やして交渉してきた第三勢力との友好関係が追放とき無に返すというのはあるんですけども、それでもソロモンを奪われるよりかはいいでしょうということからですね、核攻撃解禁していきたいと思います。まあ、どこで核を撃っていくかっていうところなんですけども、まあ、無限に核が撃てるようにやっぱり拠点、しかも補給ラインがつながった拠点、っていうところでね、なんとか核攻撃を撃てる再差率を配置したいと思いますので、目標地点を一旦ここにします。今ティタンズが奪っているこの拠点、ここに移ってここで核攻撃を行っていきたいと思いますので、ここに向かって GP02 を動かしていきたいと思います。では多くの犠牲を払いましたが、目的地点に到達しましたので、アトミックバズカを撃っていきましょう。これでここにいるユニットをまず殲滅します。できればこのターンで核攻撃終わりにしたいんですけども、残りのフェーズ数を考えると、おそらく次のターンでも核攻撃を行わないといけないと思いますので、2ターンにわたってアトミックバズーカを撃って外交勢力との友好関係が下がるっていうのを覚悟しておく必要があるかなと思います。確実にねアトミックバズーカで数を減らしていきましょう。ここにも敵が入ってくれたのでバズーカを撃ちましょう。ホワイトベースはここで回復ですね。残りの敵のユニットはジムクエルとカグリコンのマーク2ですね。ここにいるモンシア、ジェリドは撃破したいな。か、そうだな、一度下がって、ちょっと悩ましいですね。ここで無限に撃てるように、次のターン2ターン連続で撃てるようにするというのも手ですよね。なので一度下がってここで待機して、2ターン連続で撃てるようにしましょう。2回連続でバズーカが撃てるようにしましょう。では続いてグラナダの攻略戦の方に移っていきます。グラナダは敵のユニットが50オーバーになってる、ネオジオンのね、まあ一番の拠点になってますんで、まあ、ここをどう制圧していくかっていうのが大きなポイントになるかなと思ってます。まあ、ドズルのビグザムでどれだけ効率よく敵を削れるかかなというところですかね。ビグザムのマップ攻撃メガ粒子砲は一直線で打ち放つので、敵が一直線に一番なりやすいところを見つけてですね、一気にメガ粒子砲をぶっ放してですね、敵の数を削っていきたいと思います。ちょうど敵がそのメガ粒子砲の射程圏内に入ってきてくれてるので、そこでメガ粒子砲を打ち込んでいきます。で、一度敵をおびき寄せたらですね、補給ライン上に下がりたいと思いますので、そのあたりはうまくコントロールしていきましょう。では
メガ粒子砲をぶっ放していきます。メガ粒子砲を連発して撃ちたいので、ビグザムの位置は常に補給ライン上にいられるようにね、気をつけたいと思います。ここだ。このビグザムのメガ粒子砲でどれだけ沈められるか。で、まあ、あまり無理はせずですね、まあ、数的に有利に立ったら、まあ、強行しますけども、それ以外は、この後後続でやってくる、ガルバルディ隊がね、到着するのも待つというのも少し頭には入れて作戦を展開していきたいと思います。さあ、敵がドバッと来ましたが、ビグザムが一直線上になっている限りそこで攻撃をしていきます。メガ粒子砲も一発撃ちたい局面ですが、一度ドズルはこの無限に撃てる拠点に下がって、ここから攻撃をしてもらいたいと思いますので、ここまで下がります。で、この後はマップ兵器を連発連射していきましょう。戦いが力だけでは決しないことを覚えておけ。陣形を一度下げました。これで敵をね、ビグザムの懐深くに引き寄せてメガ粒子砲を撃っていくという作戦に切り替えます。敵にはランバラル隊もいるし、シャリアブルもいるしというところで、まあ、さすがネオジオの精鋭隊、まあ、そういう感じがしますけども、うまくこちらのね、作戦がハマってメガ粒子砲を最大限に効果的に制射できるタイミングが何回か来れば、この戦力差逆転できるかなと思うので、うまく敵をね、直線上に誘導しながら戦っていきましょう。よし、予定通り懐深く入ってきてくれましたね。あとはどれだけ味方の部隊がこらえきれるかというところになりますが、心配なのは敵のシャリアブルにジオングがあてがわれていたので、まあ、そこどれだけねしのげるかっていうところになってくるのかなというふうには思います。このデラーズはジオングの前に撃破されるな。このジオングなんとかしないとまずいですね。デラーズがやられたのはいいんですが、ギレン総帥も出陣しているので、ギレン総帥がジオングに狙われると、あるいはゲームオーバーというリスクがあるので、ちょっと先に怖いジオングを倒しましょう。ではここからメガ粒子砲連発していきます。このタイミングを待っていた。ただちょっと敵がどうだろうな、ビグロとか、まあ、いわゆる対ビームコーティングがされている敵が数としては多いのかなっていう感じがしますけど、まあ、なんとかここは当てていきましょうか。攻撃を先にジオング潰します。ここはシャリアブルのジオングを落とせるかどうかっていうところかな。よし、落とした。これで一旦ギレン総帥の危機は去ったと言えると思います。ガルバルディベータやっぱり強いですね。まあ、ただそれでも数はね敵の方が多いので、この後後続で入ってくるガルバルディ隊が待つことになるかなとは思います。で、今回グラナダに強行をしている一つの要因というのは、敵の生産を止めるというのが、まあ、目的にはなってますので、まあ、その、ね、目的を達する意味でもここで撤退するっていうことは、ね、避けたいので、あまり無理な強行作戦は行わずに、あくまでもグラナダ攻略ではなくてグラナダの生産を止めるっていうので、第一目標にやっていきましょう。ここはリグザムの攻撃ですね。もうちょっとモビルスーツを真ん中のラインに集めたかったかな。ビグロにはメガ粒子砲が効かないようなんで、
まあ、ビグロに当てるのはちょっともったいないですよね。報告いたします。我が軍の南極条約違反に対しアトミックバズーカを撃ったことによる弊害が判出てますね。ただ次のターンも撃たなきゃいけないので2ターン連続で、まあ、下がるというのは覚悟しておいた方が良さそうです。まあ、下がった分は資源は割と余ってるので資源の援助ができるところは資源の援助をして、最低限のね状態でなんとか踏みとどまりたいと思います。金を要求されたらもうちょっと一旦するかな。とにかく今モビルスーツの数が足りないので生産を行っていきましょう。ではソロモンの防衛戦の続きになります。ここは核バズーカをもう一回撃ってでも守りきりましょう。ここをここで守りきれればまたソロモンで生産を開始して増強することもできるので、逆にソロモン取られてしまうとね、ここを拠点に敵が増強されてくるので、まあ、ここはバズーカを撃って撃って撃ちまくってしのいでいきます。むむ、ここ敵に取りつかれたか。どうだ、持ちこたえられるのか。ここ防御で持ちこたえられないとまずいな。マクツにジムクエル1、やられた。持ちこたえられなかった。これでソロモンの疾患がなんか現実味を帯びてきましたね。というかまあソロモンこれ落ちるのでホワイトベース一機でどうにかなる相手ではないですから撤退しましょう。残念だ。まあソロモンにできるだけ早くで帰還できるように頑張ります。では続いてグラナダですね。いやーアトミックバズーカ撃ってやられるっていう最悪なパターンだな。さあこっちの方はこっちの方で頑張りましょう。しっかりまずは攻撃をして数を減らしていきます。この俺がいる。さあここでどれだけまた数落とせるかですね。まあ、ビグロには効かないのでビグロには、まあ、リックドームとかを当てたいところなんですが、リックドームももう数がちょっと少なくなってきてるので、まあ、できるだけ格闘で仕留めていくようなことを考えましょうか。数は5分に戻しましたね。ソロモンを落とされてしまった分なんとかねグラナダを取らないともう全くもって割に合わないことになるので、なんとかここはグラナダを落とすところまで、せっかくここまで来たならやり込みたいですね。で奪われたソロモンに関しては地球から打ち上げたガルバルジン隊で奪還に向かわせます。全力でお答えしよう。で地球上のズゴック隊はもうほとんど廃棄したので、今逆にね地球に侵攻されるとあっという間に形勢が逆転されてしまうという、まあ、ちょっと面倒くさいことにもなるので、できるだけ早くですねソロモンを奪還して衛星軌道上を抑えたいと思います。こそこまでねちょっともうある程度の損害覚悟の上でも突き進んでいきましょう。リックドームがやられたか。貴重なリックドームなんだけどな。の邪魔をした報いを受けてもらわねばならん。ガルバルディ中心に生産しつつ実弾兵装を持ったリックドーム2倍リックドーム2ですね、これの数もちょっと増やしていくことを考えた方が良さそうですね。ここはビグザムのメガ粒子砲。またこれで数を減らしたので数も完全に逆転できたと思います。この俺がいる限り。さあまたメガ粒子を撃ちます。さあさらにメガ粒子砲です。これで、まあ、ほぼ敵を一掃できましたね。
もうちょっと苦戦するかなと思いましたけども、まあ、ビグザの一気でグラナダを攻略できるほどに強かったな。はい、これでグラナダ攻略完了になります。まあ、ドズルの働きが全てでしたね。報告します。我が軍はネオジオン本拠地、これで残る敵はティターンズのみとなります。ネオジオンは滅亡です。ギレン閣下、サイド6付近から全世界に対して放送が行われています。この放送をご覧の今度はエルゴが、今地球は一部の人間の欲望によって滅亡の危機に瀕しています。彼らは地球の引力に魂を囚われ、アフリカ大陸の半分が砂漠化した現実を見てもなお地球に固執するのです。人類は地球から巣立たねばならない。そうしなければ地球は人間の重みで沈んでしまう。誰かがこの美しい地球を守らなくては人類そのものが滅びてしまう。それが我々が英雄となって戦う理由なのです。はい、今度は英雄がラビアン銅像を本拠地とし、適正勢力として参戦と、同時に地上部隊による東アジアということになりましたね。ちょっとズゴックを潰したのは間違いだったな。残しておけばよかったですね。状況だけ確認しておきます。こんな感じですね。いやー、全く部隊の数が足りないですね。これだとズゴック残しとけば、まあ一瞬で制圧できたかなと思うんですけど、まあ、ちょっとこれは僕の判断ミスと言わざるを得ないですかね。いやー、こうなっちゃうか。とりあえずオデッサで敵を迎え撃ちましょうか。あとハワイでも生産を行いましょう。できるだけ早く生産を済ませたいので、大国を量産していきます。どうだろう。オデッサは、ガルバルディにしますか？はい。というところで、じゃあ今回はね、一旦ここまでにさせていただいて、次回またこの続きをプレイしていきたいと思います。まずソロモンを奪還して、宇宙でティターンズをね、攻略していくというのが一つ。地球上では、まあ、ズゴク隊をほぼほぼ一度廃棄してしまったので、新しくモビルスーツ隊をね、編成していきたいと思います。ユーゴなんでゼータガンダムとかもね、出てくると思うので、こちらもまた研究開発を進めないといけないかもしれないですね。